ご覧の皆様、こんにちは。BB五郎でございます。私のね、なんかいろんな不思議な話とか、結構30年前とかね、古い話じゃねえかってね、言うんですけど、もう本当にここ最近、なんか記憶力が低下してるせいか、あんまり、なんかそういうね、不思議な体験してても多分、自分が気づいてないんでしょうね。ちょっと歳を重ねてきてしまっているんで。まあ、それで今回もね、約30年ぐらい前のお話を一つお付き合いください。私、地元が静岡県のとある町なんですけどもね、そこっていうのがね、人口がもう本当少ないんですよ。10万いくかいかないかぐらいのところで。で、まあ、田舎っていうとね、なんていうんですかね、皆さんわかりますかね、その筋の方が結構牛耳ってるんですよね。で、案外警察の方々も、そういう方々にね、なんかうまく利用されちゃってるというかね、まあ今はしっかりしてると思いますけどもね、その30年前、まあ時効なんで言いますけども、私お酒飲みだったんですね。で、結構アルバイトもしていたんで、まあ小銭があったんで結構スナックとかいろんな飲み屋行ってたんですよ。で、あるスナックでとても綺麗な女性がいたんですね。で、その人に若いですから、もう恋をしてずっとね、毎日通って口説いてたんですよ。そして、ある日、あれ夏だったと思うんですけどもね、飲みに行って、窓を開けようかなと思った瞬間になんか、何か衝撃が走るんですよね。後頭部の方に。と思ってる瞬間に、真っ暗になっちゃったんですよ。で、目覚めると、どうやらそこは人気のない市民会館だったかな。そこのね、駐車場入れるんですよ。夜中でも。そこのね、駐車場で私なんかいろんな人たちに囲まれて倒れてるんですよね。どうやら金属バットか何かで頭を殴られて気絶していたんですよね。で、目が覚めて、そうすると目に飛び込んでくるのはもう地元でも有名な、その筋の方々で、トランク乗れって言われて、ベンツですよね。白いベンツなんですよ。で、トランクが開いて、その中入れって言われて。で、関係ないんですけどね。私、小中と野球をやっていたんですね。で、野球やってる人にはわかると思うんですけど、グラウンド入るときね、ラインがあるんですけど、ラインをね、またぐとき、踏まないんですよ、みんな。そこ入るときね、なんかみんな決めるのが心の中にあるんですね。右の足からね、グラウンドに入るとか、そういうなんか、決めてるんですよね。で、私も、なぜだか知らないんですけど、その時も癖でね、右足からトランクに入ったんですよね。こんなの別に、それがどうしたって言われたらですけど、それってね、何かいいことあるんじゃないかなってね、絶対みんな思って野球やってる人は、やってて、私もそうだったんですよ。で、入ってトランクに詰め込まれて、真っ暗なんですよね。子宮回帰っていう言葉がありますけど、こういうことなんだって、逆になんかこの後起こるんだろうな、おっかねえことはあるんだろうなと思いながら、結構真っ暗でね、狭い空間なんですけど、落ち着くんですよね。で、トランクが開いて、夜中なんですけど、まあ月夜の光が少し照らされて明るくなるんですよね。そして降りろって言われて、また右足からね、癖で降りますよね。そうするとそこ、どうやらね、自衛隊の方々が、演習をするところ、演習場だったんですよね。あ、とうとう俺も来たか、と思ったんですよね。それっていうのは、地元でね、結構何かしらしでかしちゃった人間って、そういうね、筋の方に、連れられて、演習場で結構ね、袋叩きに遭うっていうのが、あったり聞いたりしていたんで、俺もなんかやられるんだろうな、と思って、そのまあ、トランクから降りてますよね。そうすると、穴を掘れって言うんですよね。自分が入れるぐらいの穴を掘れって言われて、ああ、埋められるんだ。で、スコップがあって、スコップ渡されて。そうするとね、掘るところにね、なんて言うんですか、全部車がね、うまーくね、ライトを集中して、その掘るところに、
車がぐるーってね、一周うまく止めてるんですよね。で、クラウンが止まってたり、もうね、セドリックとかいろんな高級車が止まって、ライトをね、私に当ててくれててね。で、まあ、穴掘れって言われて、もう嫌だな、この後どうなっちゃうのかなと思って、もう一生懸命掘るわけですよね。結構あれ、硬いんですよ。もう、掘って掘って。で、ようやく自分が入れるぐらいがね、そんな掘れないんですよ、本当に。で、ようやく、まあ、掘れましたけど、そら、入れって言われたんで、ね、また右端から入ろうと思ったら、なんか衝撃が変わりましたんですね、また。そうすると、蹴っ飛ばされたんですね、顔。いたたたたたと思って、誰がお前、足から入れって言った、お前頭から入れって言われて、頭から入れって言われて、うわぁ、私は虫が嫌いなんですよ、とにかく。今でも、ゴキブリとかね、出るともう、ちょっと神さんに殺してって、神さんがいない時はもうずっともうそいつがどこに行くか、もうドキドキしながら見守るぐらいの、本当に虫が嫌いなんですよ。それなんでも、ほんとすいません、もう虫が嫌いとは言わないんですけど、ごめんなさい、許してください、もうすいません、許してくださいってもう命乞いしてたら、じゃあちょっと正座しろって言うんで、もう正座してその穴の中に入って。そうすると、ある、まあ時期ね、そこの筋の方のトップになる方なんでしょうね。私の頭をこうやってね、握って顔を近づけて、この距離で顔、こんね、なんかやりながら、おめえなんで、俺の女に手出した。そう言われたんですよね。そうなんですよ。私が手を出していたのは、その方の彼女だったんですよね。で、言われながら、あ、すいません。だからなんで俺の女に手出したんだよって言われて、実はですね、入り口、扉をね、開けたら、湿気混じりのね、やるとなんか、バドワイザーか何かのビールの香りがね、漂ってきて、ものすごい、いい匂いだなぁなんて思ってたら、その、きらびやかな女性がね、いい香りをさせてとかって、なんか、わけのわからないね、ことを、描写を言ってたんですよね。そうすると、ニコって笑いながら、もう一回行ってみろって言うんで、あ、はい、扉を開けた途端に湿気混じりで、バドワイザーか何かビールの匂いとともに、きらびやかな女性がね、現れてきてとか、それ言ったらもう、わかったよ。許してやるよって言って、許してもらえたんですよね。何かその、なんか語ってるのが面白かったんですかね。そこで思ったのがね、私こんな頭が悪い、人間なんですけど、私、姉がいまして、その姉がね、例えば高校生、スポーツも、もう、学問もすごくて、頭が良くてね、優秀で、オール10取るぐらいな、優秀な、姉がいるんですよ。その姉っていうのは、もう、小学校から本をね、たくさん読む人でね、で、私もこんな、バカなんですけど、姉の影響で姉が読んだ本とかね、赤川次郎さんの本とかいろいろね、読んできて、それでなぜか知らないけど、親父のあれですかね、北方健三の本を読んでたんですね。で、面白いなと思ってて、おそらくその北方健三さんのね、ちょっとハードボイルドな描写がなんとなく身について言葉に出てたのかはわからないんですけど、ね、いや、北方健三さんだったらもっと素晴らしいね、もっとかっこいい、キューンとくるようなね、セリフ吐くと思うんですけど、とっさに多分北方健三さんのね、本を読んでたばかりにね、そういう言葉が出て、そしてその人もなんか、こいつ面白いなって言われで、助かったっていうのがね、あるんですけどもね、まあ、北方健三さんに本当に、本当にありがとうございました。命を助けてくれましたってね、言いたいのとともにですね、あとはね、その験担ぎで右足からね、出たのが功を奏したんじゃないかなってね、私も思いますんでね、まあ、今日はね、ちょっと階段とはちょっと離れておりますけどもね、この夏、皆さんね、ちょっとそういうコロナとかもあってね、いろいろ考える時間もね、あると思いますんで、ちょっとね、験担ぎ、ちょっと普段ね、皆さんがこうだってね、思ってやってること、ちょっと思い出してね、これからそれ実行してみたらいかがでしょうか。本当に何かあった時に何か助かるかもしれないんでね、自分を信じて、皆様ね、そういうなんか験担ぎじゃないんですけどね、そういうものをやってみたら、いかがでしょうか。BB五郎でした。そしてですね、まあそういうね、お話、言いました。お話とか、あとね、この BB 五郎チャンネルで、放送して、動画で、アップさせていただいている階段のね、いくつかのね、話をね、
ちょっとその文化社さんから出てる本当にあった笑える話というところでね、桜木先生に書いていただいておりますので、ぜひお時間ありましたら、ご覧になってください。